最重要、外遊先での総理の会見。それをポケットに手を突っ込んで無然とした表情で見守る木原誠二官房副長官。会談の途中で2人だけで話をする。ご感情やむを得ない場合を除くけど、物を入れるためにポケットを扱うんであって、あとこれは柄が悪すぎる。出迎えに出ていただいただくいただいたこと、さらには会談の途中で2人だけで